自分の持った夢に自分の人生は比例する。命がけで取り組めることがある人生は幸せな人生だ。成功するものと失敗するものの違いは頭の差より性格の差の方が大きい。起こるのは自分の知恵の足りなさを認めるようなもの。仕方がないとか難しいとかいう言葉を言えば言うほど解決は遠ざかる。頭がちぎれるくらい考えろ。狂ったほどの努力がないと翼なんか生えてこない。反省はするが萎縮はしない。仕事の悩みを解決するためにはもっと仕事をするしかない。激変する世界の中で成功を左右するのは今何を知っているかではない、どれだけ早く学べるかである。現状維持は相対的に対価。それは他の人類が進化し続けるから。絶対に勝つのだ。勝ち癖をつけなくちゃいけない。一度勝ったら勝ちの味がわかる。一度ナンバーワンになるとナンバーワンでないと気持ちが悪くなる。やる以上は圧倒的ナンバーワンになること。ただ己に問え。目標は明確にできたか。揺るぎなき決心はできたか。目標を低くして満足するのか。本当にそれで一回しかない人生は満足できるのか。限界は己の弱き心が決めてしまうもの。必ず突破する道はある。自分の人生の成り行きを他人のせいにしてはならない。やり抜くこと、それが成功への近道。うまくいかなくてもやったことは全部将来の自分にプラスになる。もういいやと思ったら成長が止まる。背が低かったら高くなる靴を履け。何が何でも目標を達成するのだ。現状を悲観的に問題視して解決策を考え、未来を楽観的に夢抱き戦略を準備する。成功の一つのアプローチ。リーダーシップの発揮に一番重要なのは志、理念です。第2がビジョン、第3が戦略。なぜできないかを言う者はリーダーになってはならない。全身一度しかない人生でそれ以外の選択肢に意味はない。時に回り道をしても前進。ほとんどの場合活路は見つかる。それを探す執念さえあれば。諦めてはならない。常に道はある。事業の成功は精一杯チャレンジを続けていれば、あとは確率論の問題だ。うまくいかないときはもう一度やればいい。ただそれだけのことだ。言い訳はいらない。失敗を恐れずに様々な手段を次々に試していけば必ずどこかで当たります。勝ちと負けはどちらもやってくる。肝心なことは致命傷を避けること。生きてれば次の勝利で飛躍できる。偶然の勝利は勝利ではない。単なる偶然である。勝てる仕組みを作らねばならない。失敗したときは素直に認めた方がよい。直後に切り替えて倍の努力をすればよい。人が嫌がってしないビジネスをやれ。ビジネスプランは1000通り作ってから来い。言い訳を言うな。言い訳は聞かない。何事も期限をつけねば物事は決まらない。遅すぎる決断というのは決断をしないに等しい。世の中が悪いと嘆くだけでは何も変わらない。今日の現実を理由に明日の改革をためらってはならない。ナンバーワンと組むことに成功すれば黙っていてもうまくいく。成功したければ運の良い人と付き合え。一日に夜があり朝があるように人生にもそれがある。嵐の前では臆病だと笑われるくらい守りに徹した方がいい。それが本当の勇気だと思う。何かに向かって突き進むとき、大体風は向かい風になる。その風を嘆く必要はない。ただ単に倍の力で進めばよい。私はあらゆる批判をありがたく受け止めたい。それは私を鍛えてくれるから。時代は追ってはならない。読んで仕掛けて待たねばならない。アイデアというものは浮かんですぐに実行するより、少し寝かせて熟成させた方がいい場合が多い。近くを見るから船酔いするんです。100キロ先を見てれば景色は絶対にぶれない。ビジョンがあれば、
少々の嵐にもへこたれません。迷った時ほど遠くを見よ。目標は明確に口に出した方が良い。周りにコミットすることで自分を追い込んでいけるから。最初にあったのは夢と根拠のない自信だけ。夢中になれることがある。その夢を追いかける仲間がいる。それだけでも幸せな人生なのかもしれない。小さなことにとらわれないこと。そうすれば人生は素晴らしい。夢さえあれば朝起きるのが楽しい。挑戦できるテーマがある限り、その人生はエキサイティングだ。坂道はいかに苦しくても登っている時が一番楽しい。すってんころりんと転ぶかもしれない。しかし目指したものがそこにあれば、死ぬ5分前に、ああ、楽しい人生だったな。はるかに有意義な人生だった、と思える気がする。